なっみちゅん。でもどうせもうお母さんとか帰ってくるし、ほんの数分から。お尻かゆ、うわもうお尻、そうなんだよ、俺のパンツめちゃくちゃ穴開いてんだよね。あのね、ケツの出来物のね、がの液体みたいのがね、血みたいのがついてバリバリになるの、パンツが。それで洗濯するからもう穴になる。うん、多分そんな感じ。ふわっふー、たらららら。から元気はやめようぜ。から元気はやめましゅ。マザーのサウンドトラック探すわ。マザーサウンド、マザーサウンドトラック Here we go! マザーオリジナルサウンドトラックアナログ版9291、マザー1、2オリジナルサウンドトラック2347。 iTunes で売ってるかな、マザーサウンドトラック。あ、売ってねえよこれ。売ってるんかーい、かいかいかい、ちょちょちょ、いい感じ、ちょ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 、売ってたわ。うおー、売ってるよー、どんだけ。あ、でも高えな。あーでもなんか1位とオリジナルサウンドトラックが2300円で買えるけど、多分全曲入ってないってやつだよな。ちょっと一応見てみるわ。いいや別に。俺はいつ金を稼げるようになるんでしょうか、この仕事で。でもまあ別に金稼ぐって、でも俺仕事しねえって言ってるからな。まあいいや、俺こんな感じでやっていきますよ、ずっと。なんだかんで言って悪口言ってな、普通に。ちゃんとした悪口言ってるよね。まあでもその日曜の朝のあの番組は別におもろいもん見に来てるやつの番組じゃねえからな。ね、そら当然だよ、ババアどもが見てんだもん。ババアが一番遠いのかもな、ユーモアと。ね、福山雅治のそういうのも、これはちょっと良くないかなみたいな、そのハリウッドザコシショウさんとか。でもそれ含めて面白いけどね、福山雅治さんがの、なんかさ、あるじゃん。ハリウッドザコシショウさんが出てるやつがあるんだけど、公式公認でさ、これはちょっと良くないけんねーみたいな、キモいババアがいっぱいいました。でもそれ含めて、ね、一種の全部っていう、それ含めて全部って、そりゃそうだよ。全部なんだもん。うん。まあ、それ含めての面白さですよね。だからありがたい。ね、ババアたちのおかげでね、うん。ちょっと良くなった気がする。ババアサンキュー。でも俺ババアなんてさ、言葉俺使わないからね。お母さんもババアとか言わないもんね。前もなんか言いそうになっちゃったけど、すっごい本当お母さんが頭悪いことをするんですよ。でも別に一回以上怒んない。何回も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 やりすぎてるってなった時に、ババアって言っちゃった気がする。うん、な、本当に、あ、そういうことなのかって思っちゃってね。でも俺もひどいんだよな。親はやっぱちゃんと仕事してるけど、俺明らかに下に見てんだよな。ひどい人だな、仕事して頑張ってんのに。でも最低なのかな。まあ別にいっか、世の中は最低っていうかもしれないけど、別にいいよな。俺は全部を下だと思ってるわけじゃないし、世の中の俺はお母さんのこと下に見てたら、それでも面白さみたいなもんで下に見てるだけで。でも面白いやつが、面白くないやつを下に見るなよ、よくないわ。でも俺も別に面白くないよ、お母さんと喋ってる時。うん。
それは悲しいな。人としての面白さっていうのは変わってないのかなって思っちゃうけどね。え、あ、でもまあ面白い時もあるけど、うん、面白いことの方が少ないな。もうお母さん聞いてくれないもん、言い訳するけど。もう俺がもうずっと喋り続けてね、もう聞いてくれてないの。だから話す気になんない。だからもう、でも最近もちょっと辛いからさ。金欲しいなぁ、本当に。金となんか、金と運転手と家事をやってくれる人と金か。でも金持ってる人がよくなんかマノセさんとかも言ってたじゃん。まあでもそのマノセさんのあれでやっぱ金を持ってる人ほど金がいらないっていうみたいなこと言ったけど、うん、でもあの人たちってなんかやっぱお金以上の価値のものを見つけてるからね。楽しいこととかさ、俺だってそうだもん。別に金なんて生活費ちょっとありゃいいかなって思ってるし、うん、まあできるなら無駄遣い分の金は欲しいけど、無駄遣いして無駄遣いするたびになんか虚無じゃないけどちょっと虚しくなってきて、でも虚しくならないよ、金があるから。まだ全然金あるしみたいな。ほら無駄遣いがしたいの、やっぱり。無駄遣いっていうのはもう基本的にまあ無駄じゃん、ほぼほぼのもの。もうなんか無駄にいっぱい買っていきたい。うん、俺はしたくてしょうがないんだよ。もうよくわかんないパチモンのルービックキューブいっぱい買いたいし、ハンドスピナーもいっぱい買いたい。そういう人間だ俺は。あー楽しくなってきたぜ、楽しくなってきたぜ。貧乏ですけど、貧乏じゃないよ別に。金はないけどね、全然ゼロ円、全く稼げてない。うん、 でも別に才能がないわけじゃないの。面白さって絶対的な才能はあるやっぱり。まあでもなんかやっぱ俺思ってんだよ、なんでみんな俺のこと面白いって言ってくれないんだろうなって思ったら、あのみんなが面白いとかそういうもうみんなが使い始めてる言葉をさ、それもうみんな使ってるからなって避けてきてさ、あんまり人がやらない笑いをやってるっていうか、面白笑いじゃないな、面白おもろをやってるから、それは同感は得れないんだよな。同感？あ、帰ってきた。あ、でも立って喋るの楽だな。でもさ、その圧を軽減するじゃないけど、ヨガマットみたいのをあのベッドとソファーの連結に使ってるから、もうね足が痛い。なんか他になかったかな。まあいいや、体重計にでも乗るわ。俺やっぱね体重計乗ると下見るじゃん。そうするとね明らかに貧血になる。首がミシュランマンのせいで苦しいの。呼吸も貧血もそうなんです。下見ると俺ダメなんだ。水飲みすぎなので血が薄い最近。やっぱ病気だよな、なんかどっか悪いんだろうな。お、 93.3kg、 いいね。スクワットしよう。スクワットちょっと怖いな。よいしょ。あ、ちょっとやめとくわ、膝痛いし。でも鏡見たらちょっと足痩せてる気がした。スクワット最近してるから。スクワットして3キロ痩せました。ちょっとお菓子とか食べるの控えて。でもジュースはガンガン飲んでます。なんでかってね、それくらいしかやることがないの。あ、ちょっともういいや、もう別にアイス戻してくるわ、食わねえし。俺が駆け抜けるのが早いか、みんなが追いつくの早いか勝負だな、マジで。こんな情報伝達がしっかりとした社会でピカソになって死ぬのはいいけどな。でも別におもろさっていう一番難しいところで勝負してくるからな、面白さみたいな。別に笑いじゃないの俺のは。別にみんな笑せようとしてない、面白いことをしてるだけ。面白いことと笑うのは違う、やっぱり。面白くないものでも笑うときはあるし、うん。だからといって、でも面白いものは大抵笑う。心は笑ってたりする。
心笑ってるねっていうね。ああ、本当はそういうの言いたくないけど。言わないようにしようかなって思ってるけど、俺の考えはなるべく教えていきたいな。あの、喋ることがちょっとでも長くなるから、心笑ってるおばさんね。別にもうこれ以上喋りませんけど。うん。何もないので。何もないなら言うなよって。いいだろ、言ったってっていうのはね。もう怖いでしょ、もう。何もないなら言うなよって誰も言ってないし。俺がずっと言ってる。うん、本当に危ない人じゃない。でもやっぱり自分が喋ってるのはいいなって思うの。そもそも、あの、眠くてハイになってるな。眠いとどんどんその体のね、動画アーマーみたいな。動画のまとい。やっぱ動画を撮ってるとなんかね、自然体じゃないの。ちょっと身構えちゃってる感じがするけど、眠くなればなるほどどんどんそれが剥がれていくっていうか薄くなっていくんですよね。うん。やっぱそれがいいわ。眠くなった時。でも、眠くなってる時何言ってるか大体わかんない。大体何言ってるかわかんない。大体とかなんかそういう、いらないものが多いんだろうな、俺な。あと、間が長いよね。それで見る人は。でも、間とかさ、喋るのさ、そこまで上手くないくせに面白いこと言ってるのが一番ムカつくんだよな。だからさ、もう、俺はいつも思うのが、うわ、もう、なんかあんま嫌だなぁと思って、そのブラウザバックしようと思ったらこいつ面白いこと言うんですよ。はじま京志郎。面白いこと言うけど、テンポ悪いんだよね。うん、まあ、テンポとかも調整していかなきゃいけないけどさ、そんなテンポのいい動画を、テンポのいいおしゃべりを1時間続けられるわけないじゃん。うん。一人しゃべりの極みかって言うと違う。一人ごと。単純に俺がやってることは。ずっとずっと一人ごと。やっぱ手っ取り早いんだよな、めちゃくちゃ面白い親友探すよりも俺がいるから。俺がやっぱ俺が話して俺が聞く。一番の特等席だよ。ね。ヒロトさんがね、ライブでね、私たち、一番の特等席にいる、一番近くでギターを聴けて、ベースを聴けて、ドラムを聴ける、みたいな。ね。って言ってるように、俺のまあ雑談ショーっていうか、独り言のショーなわけですよ。言っちゃえば。うん。その特等席、俺ですよ。うん。それもね、もうシークレットショーもありますから、動画撮ってない時も俺全然喋ってる時あるので。あ、もう病気です。病気を超えた病気っていうか、しっかりとした病気。でも、この病気は治したくない。だって、アイデンティティだから。アイデンティティはなくしたくないなぁ。いや、でも楽しいなぁ。でも、精神異常とか治ったら、こういうのも治っちゃうのかなぁ。はい。それは悲しいけど、そういう別れもいつかは来るのかもな。でも、なるべくずっと喋ってたいな。喋ること好きだし。もういいや。なんか、歴史に残すとかどうでもいいや。もう全力でやるだけ。もう、隙間時間見つけたらずっと喋っていく。生放送はあんま好きじゃない。うん。だからもう動画撮っていく。やっぱり動画なんで俺は。ね、生放送も楽しいんだけど、生放送だと事故ると怖い。まあ別に、あんま変わんないんだけど、あの、いつも言ってんのが、生放送は人が増えてからやる。まあでも人は増えねえって言ったら増えないのかもしれないけど、まだそんな いないし、うん、やりたくない。もっとコメントの流れがね、止めのなくなれる時くらいまでやらんわ。やっぱなんで動画がいいかっていうと、俺が喋るしかないっていう、毎回言ってるんですけど、一人になったらもう自分がずっと喋るしかないんですよ。生放送だとコメントばったりするでしょ。ないからもう。俺が黙ったら、その時間何もないからね。動画は。あと邪魔されねえ。視聴者同士がクソみたいな会話しねえから。うん。それ恨み持ってると腹立つんだよ。うん。かまってちゃんとかじゃない。邪魔。普通に。ね。一番そういうの腹立つわ。ね。すごい怒ってる。怒ってるけども。まあでもそんなに怒るかっていうと、俺はいい人だから怒んないけど、うん、でも、うん、イラはイラはしてるよ。お前らのつまんない会話、つまんない会話。つまんない会話っていうのはね、その、当たり障りのないどうでもいい会話。何見せつけてくれとんじゃボケになっちゃうんで、俺すごい性格悪いです。でも別に本当に、その時を目撃してて、そう思ったことはない。あ、なんか、あ、これがいわゆる視聴者が同士が会話ってやつかって言って、見てて。でも会話してるし、もうどうでもいいかなと思って、スマホをいじり始めたりしてた。でも、俺がこの発言した以降はそう思ってる可能性は全然あります。その子、一回か何回か遭遇したことあるけど、その時はそんなに思ってなかった、別に。でも今は思ってる。でも言いたいこと全部言ってこう、もう。視聴者厳選していくわ。もう180人くらいしかいないのに、厳選って何？これ以上厳選して何なの？何も残らなくなる。ね。
網がでかくなって網がなくなるぞ。お前の源泉は全部落とすんだぞ、お前がやってんの。な、輪っかをこう振るってるだけだからな。入れた時点で全部落ちる。ふるいでもなんでもないよ、それは。ああ、喋るの楽しいなぁ、やっぱ。でもこうやってずっと喋ってると、なんか突然死にそうだな、こんなさ。でもやっぱ眠い時に喋るのが一番気持ちいいんだよ。気持ちくて声も大きくなるんだよ。そのやっぱ体を起こさなきゃってなって、ちょっと声が大きくなる。声を張るんだよ。いいね。でも気持ちよさだけだよな、結局。もう自己満足なんだよ。でも自己満足のことをさ、これはもうオナニーだよね、みたいなこと言うのあんま好きじゃないんだよ。うん、俺、下ネタ言えるぜ、みたいなね。自己満足でいいじゃん。別にオナニーとは全然違うんじゃないかなと思って。俺、下ネタ言えるぜ、尖ってるぜ、みたいなほんと好きじゃない。うん。もう尖ってるやつが好きじゃないんだよ。尖りすぎて。もう無茶苦茶なんだよ。尖って、ひねくれて、偏屈で、性格悪くて。もう、化け物、怪物。うん。ひねくれとか尖ったとかね、いろんなものが生んだ怪物です、僕は。一人称何しようかなとか言って、スチュモンとか出るような人間なんで。スチュモンって言われても誰もわかんねえだろ。スタチュールモンっていうね。別になんかちょっとすごい人の名前でありそうだなって思って。偉人の名前、スタチュールモン。で、もう一つの候補はシャレザルです。二つ合わせて、スタチュールモン、シャレザル。いそうじゃない？なんかそこそこすげえブランド立ててそう。シャレザルってことは、シャネルじゃん、それも。ちげえよ。全然ちげえよ。うん、だいぶちげえよ。全然って、だいぶって。大仏パンチ！大仏パンチをしました。あれって、寝転がってる大仏って本当にいるの？あれ。だから本当にいるのかいないのかわかんなくなっちゃうわ。股間かいいわ。どれくらい喋った？17分か。まあ別に、いいけど。何しよう。あ、腰痛っ。蹴ったら腰が痛いね。はっ。はっ。はっ。絶対後ろに倒れる。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ、スクワット最高、楽ちん、楽ちんちんって言いたくないよ。ちん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 です。どうもちんちんです。違います、はじまきよしろうです。ね、今日やっていくことは声がでかすぎてさ、ライデンのベルがね反響すんのよ。うん、コーンってなるの、音の衝撃波で。わっ、なるね、いいね。ライデンマジでうるさいからな。ああ、眠くて倒れそう。ああ、でも眠い時に喋るのが一番気持ちいい。気持ちいいよ。楽しいよ。宇宙と一体になっています。どうなんでしょうね。でも今日はね、すごい呪い解けた記念日です。あんま言いたくないな、日付は。12月21日。とうとうね、ビートルズの呪いが解けました。俺の嫌いなやつがビートルズ。嫌いなやつのファンがビートルズ好きなんですよ。ビートルズのアンチみたいな、すごいしょうもないユーモアを持って。ビートルズって有名なもののアンチみたいな。ビートルズってそこそこいいもので有名なもののアンチって。しょうもないユーモアだなって思って。やっぱ俺が最強なんだなって。思っちゃいますね。それは最弱だろ。もう。最強が最弱みたいなことすな。うん。ねえ。でももうより革新的な最強になっていきたい。ね、別に俺が一番面白いとやっぱり思ってないよ。俺はめちゃくちゃ面白いけど。うん。で、まだまだ面白い人たちいっぱいいるよ。うん。でも、みんながもう最強になりたいよね。
みんなが頑張って練りに練った面白いものの瞬間最大風速よりちょっとすごいのがもうアベレージ平均くらいの思う。手に負えない怪物になりたい俺は。うん、もうなんかもう職人になりたいよね。あいつはすげえっていう、すごいって言われたいの。やっぱ承認欲求、承認欲求ないし、承認欲求欲しいけど別に桐崎英二にならない。桐崎英二も承認欲求にズタボロにされたさ、あの承認欲求患者じゃん。もう麻薬でボロボロズタボロになった人みたいなもんでさ、もう悲しくなってくるよ。ツイッターもさ、5万いいねいったら丸々するけど、ま、そんなとこにたどりな、できるわけないけどなみたいな、ずっとやってんのね。なんか IQ が明らかにね30くらい下がってる。うん、なんか小学生のノリみたいな。あ、まあ小学生のノリか、もうザ・ツイッターのあのダメなノリみたいなね、そういうもう悲しいよ。もうだからもうみんなも構ってくれてなくて、ああもう木崎英二が終わったんだなと。ああ終わってしまった。リップ安らかに眠れ。ひどいな、そういうこと言っちゃダメだよね。ダメなのか。でもまあ おじいちゃんをね死なせてるんだね、あの人。でもそれも言い訳かもしれないよ、あんな嘘ばっかついてるから。うーんね、すごいとこまで来たな。人ってああやって終わっていくんだね。しくじり先生に出てほしいわ。でも金はマジで稼いでると思う。だってさ、あんなにズタボロになりながらもチャンネル、あの再生回数100万とかボンボン叩き出してるから、まあ再生時間なんだろうけど、それでもやっぱりすごいよ。でも寿命はもう終わるよ。うん、尽きると思う桐崎英二は。それでも、それでもやっぱりすごい。100万回をねボンボン出すのってすごいんだよな。でもそもそもラファエルさんの、あの賢人間ラファエルはさ、すごいね。チャンネル登録者は何もしなくても上がっていくだけなんでって言ってて、俺は上がってませんけど。じゃあ俺は何、減ってってんだけど、おもろいことして。まあおもろいことしてるわけじゃない、あの1日に10本とか一気に上げるからだよ。そういう宣伝のやり方してんで、チャンネル登録に全部俺の顔が支配するみたいな。嫌がらせだよね。別に嫌がらせしてるつもりはないけどね、あのなんかやったら嫌がらせになっちゃってるみたいなね。でもあのチャンネル再生回数っていうのはあんまり変わらないんですって言ってた。その人が持ってる再生回数っていうのはあんま変わんなくて、それにチャンネル登録者数がどんどん追いついて追い越したりするだけであって、その人の持ってる数字っていうのは変わりませんっていうこと言ってた。賢人間だな、やっぱちゃんともうデータっていうかさ、分析してんだよな。やっぱ頭使わねえと YouTuber 人気なれねえから、だから俺はならない。なんか運が良くないとならない。うん、だって俺マジで頭使ってそういうの考えたこと一度もないから。うん、俺のねすごいね楽しかった思い出の今そこそこ有名な人もね、結構絶対頭使ってるから、俺全く考えてない。だからだよな。でもさ、俺のスタイル的にっていうのをいつも言い訳にしてる気がするんだけど、それでもやっぱひねらなきゃダメなのかな。でもあのね、もう言い訳ばっかって言うけど、やっぱりちゃんとした言い訳はあるよ。俺頑張りたくないんだよ。頑張れないし、そもそも。だからいいや。でも頑張らなかったら頑張らないだけだからなって言うけど。でもそういうのじゃないんだよ、俺がやってるのは。小手先で勝負したくないの。やっぱりその、こういうのはダサいかもしれない。なんか笑われるかもしれないけど、アーティストとして。うん。別に、まあ俺はアーティストだとは思ってないけど、形としてはアーティスト。高一 TV って言っちゃえばさ、ショートコントみたいな動画のコント専門の職人だから、まあ言っちゃえばアーティストに近い表現者じゃん。うん、俺はそれなんだよ。じゃないと廃れていくんだよ、あの YouTuber は全員。確固たるもの、唯一無二になれなきゃ絶対に廃れる。俺は死ぬまでずっと喋ってたい。まあ俺が死ぬまで喋ることが好きだったり楽しいと思ってんだらやるけど、別にわからん。途中であ、もうやめたってなる時も来るかもしれない。それはなるべく来ないでほしいなって思ってる。なんでかって寂しいから。それは、もし稼いでた時でも、やっぱりそれで無理やり続けるのはやめなきゃいけない。無理やり続けるのが一番嫌いになるから、
でもスランプっていうのは来るんだろうね、結局。あ、もうなんか何も喋りたくないなって時は来るんだろうけど、でも俺はあの何も喋りたくないなっていう状況でこんな喋ってる人間なんですよ。多分俺精神病軽い、多分全部軽いやつだと思うんだけど、超軽いのだけでも5つくらい持ってる気がするんですよ。なんかまあ自称精神病マニアじゃないけど、多分対人恐怖症もちょっと入ってるしさ、統合失調症もちょっとあるし、鬱もあるしで、あ、もう親帰ってきた。ネガティブなワードで終わる。あざした。